村だな。そうだな。できればあの悪夢はもう見たくないものだが。ああ、あなた方ですか。え、最近変わったこと。神の木から変な気配がするんですよね。神の木。ええ、村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか。いいえ。なぜ調べぬ。近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ。さあ、なぜかはよくわからないです。とにかく近寄ってはいけないんです。妙な話だ。魔王の城の鍵？知らないね。それはさておき、面白い話があるんだけど聞いてみない？最近変わったこと？心当たりはないな。そんなことよりすごく面白い話があるんですけど、知りたくないですか？神の木からところで面白い。白も言えたぎりじゃないよ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。全ての記憶を司る黒き存在、汝の望みし言葉を紡ぐ。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。Thank you.
これは。しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ、奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。分かった。ポポルさん、魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか？そうそう、ちょうどそのことで話したいことがあったの。崖の村は分かるわよね？ああ、あの憂鬱な者どもの陰気な村か。それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。いえ、魔王の城の鍵の名前が。そうね、各村の村長に問い合わせてみたの。すごい、さすがポポロさん。しかし、なんだか都合が良すぎはしないか。ええ。どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教えると、ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに危険でも構わない。待っているだけじゃヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら皆殺しにすればいいだけだ。分かったわ。気をつけてね。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。まずは村長の。
崖の村か。まずは村長の家だな。気がめいることだな。私が店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。村が近づいてきたぞ。嫌な思い出が近づいてきたぞ。怖いね。黙れ、黙ってろ。私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま共存することができるのなら、このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。だが、あの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば、一体どうすればいいのだ。狩りへ出る前にはちゃんと道具類を揃えることをおすすめするよ。また買いに来てくださいね。いらっしゃい。新品ってほどじゃないが、いい武器は揃えてあるつもりだよ。してるよ。また買いに来ておくれ。久しぶりに出てみると風が気持ちいいな。
俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。裏の者に聞き込みをしてみよう。村はもうおしまいなんだ。知らないよ。手紙？そんなのは知らないよ。もう閉じこもっているのは屋根にしたんだ。手紙？知らないな。手紙を出した人？聞いたことないね。手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだが。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。シロ、分かっておる。魔物だ。罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない。人間も混じってる。お姉ちゃん、お姉ちゃん。
倒せ。全部お前たちのせいだ。カイネ、そいつらは。女の方は魔物だ、騙されるな。姉さん、姉さん、お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。村人が襲われておるぞ。カイネ、起きてくれ。目を覚ませ。エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。まで魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。中心から何かを感じるぞ。
合体した魔物の力。これ式の魔法難幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。胸の中心から魔力を感じるぞ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。今だ。奴の中心に魔力を集中させよ。に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。慎重に奴の目を狙え。逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。分かった。エミール、あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
Your light, oh, dear, 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 dear
俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールもいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でもどうか。いいんだ。もう振り向くな。とにかくこの村からは出よう。そうだな。これで全部だ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。しかり絶対に取り戻してみせる。ポールのところどうした。これでようやくヨナを助けに行ける。ああそうだな。どうした。何を神妙な顔をしておる。シロ、相談があるんだ。カイネとエミールのことだ。魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。ヨナのためとはいえ、カイネとエミールを巻き込んでもいいのか。今さら何を言うておる。おい、何ふざけたことを言っているんだ。聞いていたのか。カイネ、エミール、俺は。私たちを置いていくなんてふざける以外の何だって言うんだ。そうですよ、こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。今度は僕たちがお返しする番です。恩返しとか仲間とか、そういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。だけど。あ、でもただでやるなんて言ってませんよ。ヨナさんを助けた後は僕たちのことを手伝ってもらいます。カイネさんの魔物付きのこととか、僕の姿を元に戻すとか、それを直す方法を探す旅に出るんです。きっと楽しいですよ。世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。みんなありがとう。ヨナを
必ず助け出す。